お伝えできるけど、はい、まあ、むちゃくちゃですよ。詐欺やん、そんな。申し訳ございません。ただ私もちょっと納得ができないです。あくまでこの数量でっていうふうにお伺いしてるので。まあ、関係ないじゃん、関係ないじゃん。いや、でもお金が関わってくるので。こっちもそうですよ、そんな。今日は反社との動画です。やめてください。どこ行った？会社、待ってる。とりあえず金額だけ合わせてみましょう。あ、そうそうですね。金額どこ行った？そうです。なんで社長もちょっと席外していただいて、で高木さんが来ていただいた後に社長もドッキリです。はい、乗ってます。社長間違っとるやろ。今なんか行けねえよ。そんなお前んとこやろよ、そんなこと。大変申し訳ございません。まず数量がちょっと違いましたよね、はい。まあ、数量も違うし金額もね、はい、ただまあ私はあくまでこの、いやただじゃなくて、もうそんな言いたくないけど。誰か定席の方は社長以外いらっしゃらないですか？ちょっと待っていただいていいですか？すいません、あの本社店長の井村と申しまして。ほい。すみません、本当に。本当すみません。いや、すみません。いや、でも、いいね。予想通りだね。そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は反射との動画です。やめてください。あ、まあ、自己紹介しますから。そうですね。はい。株式会社 IC の高岸と申します。はい、小林社長とは中学校ですね。はい、中学校、同級生で。はい、まあ、彼がね、あの、一番トップで。私はもうヒエラルキーの下の方で、ペーペーの野球部でやっておりまして、もう今は仲良くさせていただいて、ありがたい。反射じゃありません。反射じゃありません。反射じゃ、ま、絶対違いますよ。ね、あの、G さんとも、まあ、前に一回取引させていただいて、本当に、ね、本当に G さん優秀です。本当にね、ありがとうございます。最近に言ったら何があった？あれ、あ、寮、ベトナム人の寮。チアの、はい。そう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 。あの時にちょっとお手伝いさせていただいて、はい、で、担当がじいさんで。あー、まあ、優秀優秀。そう。まあ、もう可愛いし、まあ、本当にね。おぉ、ね、いやいやいや、もう私も、ね、このスタッフは何ですか？まあ、お財布。はい、まあ、そうですね。お財布がてますか。あの、うちの新しい部門のトップをね、はい、やっていただいて。なんか、日本やられてる。ガラスに塗る塗料で、遮、うん、熱断熱を使う塗料、うん、なんか前に撮ったんですよ、うん、そうそうそう、例えばさ、うん、その視聴者が撮ってさ、塗装屋撮ってさ、うん、ガラスの断熱みたいなやつでしょ。そう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 、あれ結構良かったよね、うん、ローラーで塗るタイプなもんで、興味ある人は何か多様性とかある、うん、もちろん、お姉さん、はい、やってみますか。次はモザイクしてください。次はモザイク。そりゃそうだ。そりゃそうだ。モザイク、はい。そりゃそうだ。仮面かぶってしゃべるのか。仮面がいい。モザイクを取って。しゃべってみる。はい、はい。どっちですか？綺麗な仮面さんは。まあ、年変か。綺麗なね。ねえ、ねえ、ねえ。顔作用しないでしょ。いやいや、もうもちろんです。それしかないですよね。ちなみにですが、今日はじゃあ、こんな、じゃあ、人にどんな動画の企画でお手伝いしますか？そうですね。一個考えてるのは、足場材の、まあ、買いたいって依頼をいただいて、うん、で、私がその依頼をいただいた資材の種類を間違えて見積もりを出しちゃった。高岸が買って、そうです。買いたいって、はい。間違えとったと。はい、こっちで間違えたやつの見積もりを送って、うん、資材を渡すのも間違えた資材を。渡してしまった。あ、なるほど、なるほど。はい、それ聞いても打ち合わせでしたよ。なんとなくだけど。チラッとだけ。どうやらおかみさんの足場も本も、はい、結構。もう本当に、逆に材料全然足りないから。足りないぐらいです。これでどんどんしたい。はい、お願いします。ぜひ。はい。足場の方に効果があると。はい。ちょっと今、今日も話したの。ちょっと効果があるね。気が上がる。そうですね。強化して。冷麦大盛りで。はい、ありがとうございます。なかなかめちゃくちゃ重いね。そうか、冷麦とご飯を食べなかったね。すいません、はい、あら、これはまあ炭水化物、炭水化物、炭水化物だから大事ですよね。行く感じ、私も行く。電話、まず電話、どうですか、まず電話でって思ってたんですけど、どうですか。で、もうラッチアカンからもう直接行くわのがいいですかね。キングこれおったら、そうです。なんで社長もちょっと席外していただいて、まずいな、これ。
で高木さんが来ていただいた後に社長もドッキリでスタで来ていただく方がいいかもしれない。そうです、ね、100万考えてる。いやいやいや、考えてない。素晴らしい。もうやり最初取られて、いやいや、やってくださいから始まったらね。いやいやいや、いやうまくそれを実践できるかちょっと置いといてですね。はい、そうかそうか。で、俺はあいつには一応待っとけって言ってあるから、そのお客さんのところにまだ時間決まってねえんだわって言って見越しあるの、はい、だからあいつはもう絶対おる、はい、でも一回電話しようかなね。あ、いいな。あ、だけどあれか、今携帯で撮っとるもんで、ね、撮れんな。あ、つい、はい、どこ今会社です。会社、待ってる。いや、なんか3時になっちゃったから、今日は。3時ですか。はい。空いてるのか。一応1時から3時ぐらいから開けていたんですけど。あ、3時から行かなか。いや、あの、大丈夫です。あー、まあ、もしかしたらちょっと早めなかった。まあ、とりあえず一回戻るわ、会社。はい、お願いはい。ありがとうございます。一つ日本一で。どうでももう内容とかどうのこうのは特にいらず。ちょっと練習してみる。練習してみる。ちょっと練習してみましょう。怖いですもう。もうすでに。めちゃくちゃ怖い。とりあえず金額だけ合わせてみましょう。あ、そうですね。いや2000万はちょっとでかすぎる。2000万ちょっとでかすぎる。でかすぎる。何でしょう。100万ぐらいちゃんと仕事も振っとるんだね、お前のところ。ああ、嫌な言い方だけど、自分で仕事お前のところにどうからしとんだろう。頭分かっとるだろう。うわ、そうですね、うん、ちょっと一回練習でちょっと連れてみてくれ。あれさ、1割も金額埋まってるわけ、どういうこと。申し訳ございません。はい、おかしいだろ、あんた。はい、申し訳ございません。あ、この時はって言わなかったね、じいさん。まあ、そう、いやいや、小さいかけるじゃん。なんか、ほんと何回も仕事してるの、こんなのおかしいわ。はい、大変申し訳ございません。謝らないともなんでしょうよ、はい、あんた責めたいわけじゃないもん。はい、どうするの。そうですね、資材を交換していただきたいんですけれども、例えばですけれども、ちょっと言うか、はい、前の人が、はい、そう最後、いや、もっと最後は、ちょっと、やっぱり行くよ。いや、ここ、あそこ、事務所でね。逆に、言えばちゃう。そこまで言われる必要はあるんですか。そう、あ、もうそうですね、わかりました。逆に言えば、そこまで言えたら、こっち切れれるんちゃう。確かに。いや、社長、私これでいくら飛んでるか。何これ、お前。何があった。で、女の喧嘩になるの最近。女の喧嘩ってマジ見にくいじゃん。確かに。めっちゃ動いじゃん。おい、ブラッシングだな。これでも、イムナさんはまたなんかドッキリかなんかかなとかって思わない。思うけど、あくまでも人間ってさ、あれおかしいですね。でも、そんなこと言えんじゃん。ドッキリですかって言ったら、てめえが上がろうな、めどっか。顔に言えんでしょ。この、ちょ、マジで、ちょ、真顔して。マジで真顔して。いや、やばいでしょ、この顔。さあ、行ってみましょうか。行きましょう。行きましょう。はい。あつきな、大丈夫。あ、もしもし。あ、お世話になります。あ、IC の高岸です。はい。お世話になります。はい。5分ですか？言うとおりになってた。会社の電話。はい。なるほどね。で、呼び出してね。はい。あ、そうですね。はい、わかりました。はい、はい。はい。もしもし、はい、株式会社 IC の高岸と申します。はい、お願いします。すみません、おめえですかね。はい、はい、
なんか山さんとちょっと設定を入場してんじゃん。何の設定触ったんだっけ。結構もの、うん、ちょっと何か色々触ったんだけど、色々あったまま楽しくないです。もしもし、お電話変わりました。申します。もしもし、お世話になっております。はい、お世話になってます。お世話間違っとるやろ。あれ、何が間違ってますかね。いや、2割も間違っとるよ。さあ、ごめんなさい。はい、2割っていうのはごめんなさい、資材か、金額ですかね。お前、頭パープーか、これ。ごめんなさい、申し訳ございません。ごめんなさい、ね、こっちもね。資材が違うっていう形なので、はい、交換をさせていただきたいんですけれども。いや、交換しちゃいって問題じゃねえやろ、これ。申し訳ございません。いや、交換じゃ済まんよ、本当に。はい、ね、申し訳ございません。仕事ですからね。はい。どうします？はい、今どちらに？お家、どちらの辺に？いやいや、もうたまたまですけど、近くは近くなんですけど。はい、はい、はい。よろしければ、土間の方にもう一度お戻りいただいたら、資材交換すぐ対応させていただきます。まあなんか行けねえよ、そんな。お前んとこやろよ、そんなことは。申し訳ございません。あ、お世話になります。こちらとしましても、資材交換以外、ちょっと対応がしかねてしまいますので。繰り返し。事務所におるの今？あ、はい、私は事務所におります。いるの？はい。いや、もうじゃあ直接会ってお話しした方がいいと思いますので。はい、はい、たまたま近くにいるんで、はい、ドアじゃなくて事務所の方に行かせてもらいますわ。そうなんですね、承知いたしました。はい、いいですか？はい、まだいる、はい、事務所に大丈夫ですか？はい、います。行っちゃって大丈夫、5分後ぐらいに行っちゃって大丈夫そうでしょうか？どうぞ。はい、承知いたしました。はい、じゃあ行きますんで待っててくださいよ。はい、はい、はい、すいません、よろしくお願いいたします。はい、スピーカーだったらバレてる。スピーカーしてね、スピーカーない、こちら携帯、会社携帯。はい、もうすぐ到着です。緊張しますね。何ですか？もうここから俺ね、携帯も何もないからね、取れないし。あ、そうか、指示もあるか。車の待機で何にもないんだよね。じゃあ私たち2人が行くって感じですね。あ、そうそう、ジムさんも一緒に行くんだもんな。20分後、20分粘れる？20分、まあ最悪トイレ行くわ。え、ちょっとそんなことしたら私一人になっちゃいますか？いやいや、それはとりあえず15分後に来て下で待機して声聞いてるから無事けてくよ。うん、頼むよ。よし、じゃあ行ってらっしゃいです。行きまーす。あいつはいますね。大変申し訳ございません。はい、まず数量がちょっと違いましたよね。はい、まあ、数量も違うし、金額もね。はい、申し訳ございません。はい、一応弊社の対応としましては、はい、まあ、足りなかった数量はお渡しさせていただくのと、はい、あと金額もその分、プラスでやっぱりいただかなきゃいけないので。いやいやいや、ちょっと待ってください、はい、ね、あと何回か仕事してるから、はい、ね、別にあなたが悪いとは思ってないんですけど、はい、それはちょっと違いますでしょ。なその、はい、まあまあまあ、数量も違って金額も違うわけだから、はい、うちもこれ初めて買うわけだもんね、はい、まあ、騙した騙されたってことはないかもしれないけど、はい、ちょうどしんどないですかそれ。申し訳ございません、はい、こちらのミスではあると思うので。ただごめんなさい、私高木様と、はい、お電話でいろいろ数量のご相談させていただいた際に、はい、一応数量はまあ高騰になってしまうんですけれども、はい、確認させていただいて、私はこの認識でいたんですけれども、はい、いやそれどう、私そんなこと言ってました？そんな、ちょっとしっかり対応はさせていただきたいと思ってまして。ただやっぱりその資材は、お渡
しさせていただくのと、やっぱ金額もらわないっていうわけにはどうしてもいかないので。いや、そんなも、そんなもいりませんって。はい、いやいやいや。いや、何回お付き合いしてるの？いや、お宅の追加工事、はい、うち出してるからね、ちゃんと。はい。知ってるよね？はい。塗装の工事何件か出してますやん。そうですね。はい。でしょ？てます。はい。だよね。はい。いや、それ、さんが担当じゃないから、それ、さんに、ああだこうだ言いたくはないけど。はい。おかしいでしょ、そういうやり方が。そうですね。ただ、もう弊社としては、はい、この後の対応としては、まあ、今ちょっと申し伝えたように、はい、そういった対応にどうしてもなってしまうので、これ以上はちょっとどうにもならないというところがありまして。いや、これ以上でも。いやいやいや、もう何回もね、はい、さっきも言ったけども、はい、あなたと何回か仕事してるから、はい、ね、これで私もそんなに平常にね、はい、話して、はい、お伝えできるけど、はい、まあ、むちゃくちゃですよ。詐欺やん、そんな。申し訳ございません。まあ、ただちょっと金額が、こちらも、はい、じゃあ、お気持ちでっていう金額ではないので。いやいや、でもね、はい、100万円ってね、簡単に稼げないよ。はい。わかる？私不動産やってるから、はいはい、簡単だと思ってみるかもしれないけど、はい、それは大変よ、稼ぐの。カツは何時頃に帰ってくるんですか？いや、ちょっとまだ連絡を入れてないので。入れてくださいよ。もうそんなおかしいでしょ、そんな。難しいんですか？いや、ちょっと入れてみます。はい。はい。申し訳ございません。ちょっとただ、まあ、まあ、私はあくまで、この人は。いや、ただじゃなくて、もうそんな言いたくないけど、ただじゃないでしょう。だから何遍も言うて、に怒りたくないの、私は。はい、ね。はい。頼ますって。今まで私そんなこと怒られたことないですよ。はい、いやいや、最初の見積もりと違うじゃん、森さんとか。河合さん違うじゃん、なんて、一言も言ったことないですよ。私もちょっと納得ができないです。あくまでこの数量でっていうふうにお伺いしてるので。いや、その納得納得、はい、それはもう、まあ、関係ないじゃ関係ないじゃん。いや、でもお金が関わってくるので。こっちもそうですよ、そんな、はい。こちらもそうですよ。ねえ。遊びでやってるわけじゃないもん。仕事でやってるんですよ、お互いに。そうですね。はい、ねえ。で、証拠もないんでしょう。はい。そしたらお互い様じゃないですか。いや、お互い様だったらどうするの、そんな。でも、今のお話ですと、うん、高岸様の要求を、こちらが、うん、まあ、あくまでこちらのミスとして、飲むっていうのをご希望されてますよね。うん、そりゃそうでしょう。だって、そちらから言われたとき、うちは全部飲んでるんだよ。まあ、それはちょっとごめんなさい。私は担当じゃないので。でも、会社同士。はい。まあ、そうですね。うん、ただ、そこの話はちょっと詳細にはわからないので、うん、今までのこう、付き合いがあるからっていうのは。今何？はい。の直属の定席は誰なの？社長です。いや、だったらしょ、勝手に小林社長呼んでもらわんと。わかります。困るじゃん、そんな。はい。私直接電話しちゃって、で、専門だ、大丈夫。はい。頼むよ、本当に。ちょっと電話しています。もしもし、お疲れ様です。ごめんなさい、今いいですか？高岸さんがいらっしゃってて、前ちょっとちらっとお話しした資材の件なんですけど、はい、すいません、お願いします。はい、失礼します。今ちょうど近くにゴルフしてるみたいなすぐ向かうみたいなんで練習場近いよね。そうですね。いや、ほんと頼むよ。はい。いや、もう全部言うから。さんが、ま、間違いないです、ごめんなさい。個人に恨みはないけども、はい、おかしいってねえ。何か定席の方は社長以外いらっしゃらないですか？ちょっと待っていただいていいですか？100万違うって100万、うん、そのまま上乗せってことですか？それを払えって言われてね。あら、無償ねえな。おっと、本社店長の井村と申しまして。はい、配信の方をお願いします。井村と申します。よろしくお願いいたします。塗り替えの方の井村さん、はい、僕いつも動画見てますので。ありがとうございます。はい、ごめんなさいね、井村さん。いや、すみません。いや、ご存知の通り、井村さんとは何回かねやり取りしてて、はい、非常に優秀な方だし、はい、ありがとうございます。それは認めてるんですけど、はい、で、彼女をメインで、うちでちょっと新しく事業を始めようと思ってて、はいはい、で、
足場の件をね、はい、あの動画を見させていただいてやってみるということで、さんざんパラ一緒にやらせていただいてきて、で、まあもちろんね、まあちょっともうちょっと安くしてよってこぎったりはしますよ。はい、しますけど、はい、ね、追加分で払わなかったこと一回もないんだね。はい。ね。で、そうやって正直にやってきとるのに、はい。で、ミス、今回、まあ申し訳ない、もうあえて言うけど、ミスじゃんね、はっきり言って。いや、でも私は、まあ、女性ですけど、いやいや、まあそんな女性に怒りではないけどさ、いかんよ、それ。ちょっと。でも私も間違いないと思ってます。いや、どうするのほんじゃ。どう証明するのそんな。証明はできない。ちょっとこれ当初のあれなんで、また今と全然違う。僕、あんまり理解が。まあそうだね。申し訳ないですけど。いや、でもまあ、行きがかりで申し訳ないけど、あなたも。いい。定石というか、まあ、上座というか、上座というか、上座させてもらってるんで。経緯としましては、はい、今、そのちょこちょこお付き合いをさせていただいてるっていう感じですけど、はい、その塗装の依頼はちょこちょこいただいてて、そうですね。で、それと別で、足場の方の、一応建設業の免許も取っていただいたね。購入していただきました。あ、購入をしていただいて、はい、ただ渡した資材は合ってるんですけど、数量とか、はい、その金額で見積もり段階で私が送った見積もりの金額が少なかったので、はい、それでご入金をいただいてたんです、はい、でも実際に渡してる数量はもっと多いので、はい、ここに差額が生まれてて、はい、でも、それはそちらのミスでしょっていうことで、ちなみにそのやり取りの中では、うん、そのこんだけ資材が欲しいですと、はい、でその資材のリストは出したの、一応最初にもらってたやつと何が何本とかっていうのは出したの、あ、一応、まあ最初は出たんですけど、一応これが当初の見積もりではあるんですけど、うん、ただそこから電話でいろいろ話していくうちで、もうちょっとじゃあこれ増やしたいとかっていうのがあって、うん、最終の数量はまあ電話で口頭上でなので、文面では残ってないです。最初に出したのはいくらなの？あ、これです、131万。はい、うーん、それも返したらいいんじゃないの、持ってってよ。でも依頼いただいたのはそのお渡しした数量だと思うんですけど、足りんの？足りなくないですか、それ。そこまで俺も現場管理しないけど、そんなそっちで差額がどれぐらいなんですかね、金額的に。多分200万ぐらい。200万倍？150から200ぐらい。200万、そんなに違うのだろう。私は100だと思ってて、それ200? 200はいかない。100ぐらいという感覚で報告を受けてますけど。150か200ぐらいの間なんだ。それはなんでそういうふうに起きちゃったんだろうね、そもそも。でも、これ一旦はこれで出しちゃうでしょ、まあ、一旦出したんで、もうそれでまあ確認不足。でもここ数量も入ってんじゃん、これ。そうですね。申し訳ないけど、もう全然そんな、ね、例えば塗り替えさんの仕事でね、御社の仕事で、はい、いや、遠いの、塗った2メーターがいくらとか、いちいち、そんな私、カウントしないもの、信用してるから。そうでしょう。まあ、ちょっと今お話聞く中で、うん、まあ、まあ僕が思うことですけども、まあ、まずその、うちの、まあ、担当の〇が、ね、最初に出したのと、最終で、ね、その、積算表、見積もり表を出してないっていうことは、もちろん、こちら側のミス、でもあるとは思うんですけど、ただその、まあこれ、ご相談にはなるんですけど、やっぱ僕らもこれ1本いくらっていう単価で出してるんで、まあ、できれば、まあ全額とは言わないですけど、まあもちろん全額っていう話だったと思うんですけど、その差額分は。っていう話だよね、多分。はい、お支払いいただきたい。はい、まあ、ただこちらのミスもあるんで、まあその、1回はまあ数量1本いくらっていうのも出させてもらってるんで、こっちに落ち度もあるとは思うんですけど、まあ、なんとかそこをちょっと駆け寄っていただけたらなとは思いますね。え、どういう形ですか？私はもう取りに来ないじゃんって話をしてるんですよ、後藤さん。でもそしたら数量多分足りなくなります。あ、そっかそっか。まあ、僕もこっちの授業にちょっとあまり関与してないんで、決定権がないんですけど、まあ、一応まあその最終社長の判断になるんで、まあ、ちょっとその経緯を話して、ね、まあ、ちょっと僕から、まあ、例えば何かサービスができることはないかとか、まあ、今までのお付き合いもあると思うので、まあ、そこら辺をまあそのお互い、なんていうんですかね、その、まあ、不満がゼロかって言ったらおかしいですけど、折り合いのつくところで、
お話ができればなとは思うんですけど、どうですか。いやー、まあ、飯村さんの顔も立てなあかんかもしれんけど、でも今回の件に関してはね、いや、いいですよ。過去にね、うちがそれで、なんていうの、そういう形で、じゃあ折半ね、みたいな感じで、御社とね、まあもちろん担当井村さんじゃないですよ。はい、ね、さんでもないんだけど、はい、それをやったかと言われたらやってないもんね。ちゃんとおしゃれしてるもん。これ第二期で持ってもいいですよ。でも電話では話しましたけどね。いやいや、だから電話で話したって、私もそれはね、運転しながらだろうなんだか、電話出るシチュエーションがあるから。電話ないってことでね。それはもうあれじゃん。信用問題だよね。そうですね。いや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 、聞いて聞いて、ちょっと、で、証拠全くないのに。ごめん、ちょっと聞いていい？どうした？足場？聞いて、足場足場。でも今回さすがに初めての事業で、でもそれが、はい、いやいや、勘でしょう、でも。いや、でも私も納得がいってないところがあるんで、じゃあそれを全額、まあじゃあここで負けますよって話は。じゃあ今だってその100万ぐらいだと思ったら200万って言われるし、びっくりだね、こっちは。いや、ごめんなさい、ちょっとちゃんとそこは出してなかったんで、金額を。出してくださいって。あれやらせてやってんの？なんだ？やってないですよ。やってないです。私は騙してるつもりでやってます。結構真面目やっとったよ、俺。いや、結構真面目やっとったよ、俺。これわかんねえじゃん、これ。俺も最初、これ。こんなの。こう、わかるじゃん。俺、ちょっと。ちょっとダメだよ。これだって。経験者。じゃあ、正直、あれには気づいてなかったです。あ、マジ？こう来た瞬間に。これが置いてあるから。これだよね。で、そのライトがついとったんで。ちょっと、これだよね。皆さんこれ、はい、反省会だよ、これ。ほら、最初来て、揉めとって、めんどくせえなと思ったでしょ。強気だな、ちょっと不機嫌なのかなと思って、今行った方がいいかなと思ってさ、ちょっと聞いとってはったから、そしたらパーって来たんで、じゃあ挨拶行かなかなと思って、来たらこれ置いてったんで、飯村さんと発明志向かな、これじゃ。いや、いや、僕なんか貼っとくとかさ、なんかあるでしょ。めちゃくちゃいい感じだと思ったんですよ。登ってくるから、もう分かっとったよ。もうここで分かったんでしょ。もう本当そこまでは分からなかったです。ここに来た瞬間に分かったです。真面目な話、叩くのめっちゃ抑えたの。これめちゃくちゃ拾うなと思って、ここにあるもんで。あくまでこの。いや、ただじゃなくて、そんな言いたくないけど。あくまでこの。いや、ただじゃなくて、そんな言いたくないけど。こう、ポーンとか言って、いつもだったらこれぐらいなんだよ。もう、お前ふざけんなよって言うんだけど、もう多分わかるけど。それぐらいで。いや、俺パッと見て、これバラつけるんだろ、俺。ちょっと待って、社長が電話してきたじゃないですか、その時間も。その時は決まっとった。もう、4人でしょとか。ちょっと遅れるわって電話しただろ。ほんで、じゃあ事務所でなんか電話しとったのも演技だと。演技です。あれも。そうそう。ワンちゃん俺それ聞いてなかった。どうするの？いや、だからなんで私電話切った段階で、いや、早いなと思って電話切るのが。もっと電話でこう言い合う予定でした、私の中では。そんな言い訳だ。で、今気づいて、どうせどうしたを待ってた。ああ、なるほどね。でも何も反応もされないし、あれ？もうワンちゃん聞いてるかもわかんないような状態で切っちゃったんで。どっちかと思った。いや、それは思ってないです。私は騙しだし。どうしたの？逆ドッキリなの？これはちょっとないよね。こうやっておかしい、こうやって置いとくとか。もうちょっと。おーと思って。いや、攻めるでしょ、これは。次は任せてください。次はねえだろ、もう。でも、2時半に来るってことじゃないですか、その電話打ち合わせで。一回帰るわって言ったんで、もうそろそろ来るかな、みたいな。だったら、社長来るんだったら別に、社長の知り合いっていう話だったから、別にいいかなと思ったんですけど、来ないし、まだあと15分ぐらいあるから、じゃあ行こうかって言ってきたんですよ。なんかこんなところにこれ置いてあるもんね。あい、これドッキリ確定と思ったんだから。箱とかさ、ティッシュ箱とかさ、なかったとしても多分これ内容で気づいてるかもしれない。あ、内容がすごく冷静に。なんだよね。じゃあさっきあれ500万ぐらいで打ち合わせしたじゃん。で、見積もり見たら出てきたって言うて、全然俺100万だ、これで100万だ。もう確かに理想で言い間違うのって聞いた時に100万ぐらいって言っとったのに、こっち来て話聞いたら
100万じゃなくて200万ぐらいの話になって200万倍だわさすがに本当はもらさすがよしかもこれ1回出してんでしょみたいな俺ただのバカだわねそれそんな言ったら倍を言っちゃったら視聴者の皆さんにちょっとじゃあ待ってください申し訳ございませんでした次回ありましたらあた、はい、ね楽しみにしとったもんで、はい、1時からまま集まってミーティングしてるからはい、じゃあ視聴者の皆さん、今回の動画はバレてましたけど井村さんのファインプレーで付き合ってくれて、はい、ありがとうございますありがとうございますじゃあチャンネル登録してあ、SNS 勉強会もやってますんでぜひ講師陣ももう決まってとなんかどうなのかなと思いますちょっと講師陣もLINE アート入ってもらったら多分講師陣全部見えますんでちょっと面白い人いっぱい入ってますんでぜひそちらの方も遊びに来てくださいお願いします。お願いします。お願いします。あ、そっちの宣伝は？あ、今度あれは別で撮ろうか。リペアですか？あ、リペア。リペア。リペアやん。あ、そういうの講師やん。ちょっとインスタライブ回っておくわ。はい。インスタライブ。はい。すぐやります。すぐやります。はい。ぜひまたちょっといろいろ協力してください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。せーの。また見てねー。Yeah!